じゃあちょっとご本人から聞かせていただいてよろしいですか。じゃあ恵子さん、ちょっと前に来ていただいて、こういう形で、あのやっぱり皆さんの前でお話しされることというのはあんまりないんですか。そうですね、初めてですね、初めてですね、みんなの前で話してもらって。ああ、そうですか、ありがとうございます。またあのこの本でたくさんの方が恵子さんのことを知られたと思うんですけど、はい、今は、格闘技を教えておられるジムを、ボクシングと、あ、教えておられるんですか。あ、そうですか。いくつぐらいの方がジムが多いんですか、その生徒さんは。場所は浅草橋にジムが、あるみたいですので、あのちょっとぜひ体を鍛えたいという方がおられましたら、シニアのおじさまとおばさまでも大丈夫ですか。大丈夫というところで、ありがとうございます。で、映画も見られたと思うんですけど、映画を見られたなんか恵子さんの感想はいかがでした。あ、そうですか。でもね、私はね、本当によく YouTube で言ってるみたいに本の方がね感動したので、まだ読まれてない方は、今日お求めになられた方はぜひね、あのだからすごく、あの実はお母様と家庭の中もいろんなことがあられたことがあれたんですよね。そうですよね。でもお母様もずっといろんなことを乗り越えてこられて、やっぱり、はい、今はすごくお幸せですか。なんかちょっと孫のことがそうですか。孫のこと、妹さんが、トルコトルコの方で、今お住まいは。今はもう日本にいます。あ、そうですか。ちょっとまたご縁でね、ほっこりカフェがまた話す長くなりますけど、トルコとのつながりもすごくね、あるので、トルコってすごい日本好きですもんね。そうですよね。そうですね。あ、そうか。じゃあ、セイコさんからあの見られた、あのお姉さんの何かこの本は読まれてどんな感想でした。妹さんは、妹さんから見て、普通は何回も答えられたと思うんですけど、その諦めなかった、なんかその僕の思い、絶対にプロボクサーなぜそんなに思う。あ、そっか、
本当にいつものジムでもずっと断られる、当然のことながらその耳が聞こえへんってことで無理だと思うんですけど、何ですかって言ったら諦めが悪いっていうことで、諦めが悪いっていうことが本当にまた一つ大切な答えだなっていうのもね、教えていただけたと思うんですけども、で、まあプロからの引退されて今はジムで教えておられて、はい、でまたこの映画化されたということもあって、たくさんの方がまたこれから恵子さんのことを知られると思うんですけど、これから何かこう目標にしておられることとかありますか、犬か。はい、はい、そうですよね。私たちが大丈夫できるっていうんじゃなくて、恵子さんがご自身の障害を乗り越えて実現されてるから、その恵子さんが大丈夫よってね、頑張ったらやれるからっておっしゃられることというのは、ものすごいやっぱり私は意味があると思いますし、たくさんのなんかこう障害を持っていろんなことを諦めようとされてる方になんかすごく力にならないと思います。はい。またこれからもなんかいろんな恵子さんの活動なんかも皆さんに紹介させていただきたいですし、またこれからもいろいろ教えていただけたらだと思います。じゃあ高見沢さんもジムに行く？これ以上強くなったらヘルパーさんが困るのかね。そうですね。じゃあ今日はありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまたお母さんとお母さんと生徒さんとお姉さんとまた機会があったらこういう形で紹介させていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん、こちら衣装をお借りください。じゃあまた終わった後も販売と、そしてサイン会、じゃあ皆さんも、はい、手話でありがとうございますとしてください。できましたか、大丈夫ですか。ありがとうございます。じゃあ皆さん、もう一度お願いいたします。いや本当にまたねこういう形で今日はお会いできて、本当にいつかお会いしたいなと思ってたのが、こういう形でまた編集長とのご縁からこうやってお会いできてね、本当に嬉しく思っておりますし、本当に素晴らしい本なので、今日お求めになった方もね、また楽しみに読んでいただきたいなと思っております。また今日のこの出会いに感謝して、また次にまた皆さんと、お会いできるのを楽しみに待ちたいと思っていきたい、そんな思いで歌わせていただきたいと思います。簡単な歌詞ですので、よかったら一緒に口ずさんでいただけたらと思います。生まれてきてよかった、生まれてきてよかった、君と出会えた生まれてきて、生まれてきてよかった、君と出会えたから生まれてきて、生まれてきてよかった、少しだけ優しくなれた、生まれてきてよかった、生まれてきてよかった、ほんの少し優しくなれた、ほんの少し優しくなれた、特別じゃない日々、特別じゃない二人、特別じゃない恋だけど、かけがえのない日々、生まれてきてよかった、君と出会えた、君と出会えた。
君と出会えたから、お母さん生まれてきてよかったというのは、生まれてきてよかった君と、君と出会えたから、生まれてきてよかった君と出会えたから、生まれてこの歌詞ばっかりでしょ、来てよかった生まれてきてよかった、君と出会えたから、特別じゃない命、特別じゃない僕、特別じゃない君、かけがえのない命、生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、けんこさんと出会えたから、けんこさんと出会えたから、けんこさん今日どうもありがとうございます。君と出会えたから。